コ久ヒサシマルは、1934年に浸水した、高千保商船、大道海運所属の貨物船。太平洋戦争中に、日本海軍により機雷敷設艦として徴用され、各地の機雷敷設に従事して、複数の潜水艦撃沈に貢献した可能性がある。終戦まで残存し、戦後も15年以上商業航路で活躍した。コ久ヒサシマルは、大道海運が、 太陽海運と共同設立した高地保証線の最初の所有線として計画された。大同海運は1930年の設立当初、他社からの運行委託線と長期汚染の運用に特化した会社で自社線を保有しない主義であった。しかし、自社線保有の必要を感じ提携企業の太陽海運と共に子会社の高地保証線を 新設すると、政府の船舶改善助成施設による補助金を活用して、実質的な自社船を建造することになった。三菱造船長崎造船所で寄港され、1933年9月3日に、浸水して、公久差し丸と命名される。1934年1月10日に竣工した。建造費用については、第一次船舶改善助成施設による補助を受けており、 その見合い界大戦として、貨物船、ョイサさん丸を重洞した。高久島の設計は、公開商事の貨物船広高丸と同系の6船、総トン1万歳か重量トン級の大型貨物船で、北米から日本への材木と穀類のばら積み輸送を主要都と想定していた。船体は、船首楼、船橋楼、船尾楼を有する三島型であった。 ディーゼルエンジン1機スクリュー1軸により、高快速力13ノットを発揮した。同時期の日本の北米在輸入用貨物船には、関東大震災の復興需要が一段落して、材木運賃が低下していることや、欧州系船会社の高速貨物船投入に対応するため、高速化や船橋ローの拡張による、船内容石拡大を図った船もあるが、高飛差丸を含む広高丸型5隻は、 従来型の仕様である。広高丸型は堅固な構造で甲板への貨物積載に適していたことから不定期船として経済性が高く好評で、その後も、宇広ろ丸型貨物船、小浦丸型貨物船、藤川丸型貨物船の略動計8隻を加えて、総計13隻が船体の基本設計を同じとして建造されている。 高久志丸ルの船名は船首である高千穂商船の社名の頭文字、交換したもので、第三次船舶改善助成施設を利用して1937年浸水の同社姉妹船も同様に高水丸と命名されている。なお、後に合併で高久志丸ルの船首となった大道海運は高久志丸ルが太平洋戦争を生き残って長寿を保ったことにあやかり、 1949年春高の、高は丸から1958年春高までの、すべての所有線に、高の頭文字で始まる線名をつけている。春高した、高久し丸は、大道海運の運行線として、北米定期航路に配線された。同社同系二番線の高水丸、高海商事所有の同系線広高丸、広乗り丸、厚生丸もすべて大道海運の運行線として、 北米定期航路に投入されている。太平洋戦争海戦が迫ると、皇妃佐マルも日本海軍に特設不設艦として徴用されることになり、1941年8月15日に特設艦船席に入った。戦争を、機雷庫や兵員室とし、上艦艦上には機雷を運搬、不設するための機場が敷かれ、戦備量限に機雷を投下するための開口部が一箇所ずつ、 設けられた。武装は12センチメートル砲4本と、対空用機関銃のほか機雷庫内に350個、整備用の格納所に200個など最大約700個の機雷を搭載可能であった。機雷の搭載力は大きかったが、正規布設艦に比べると、機雷の布設機場が2本と少なく、機雷庫から上艦パニへの機雷搬出も、 小戦時代のデリックを使用するため同様時の作業が難しく、不施設能力は劣った。戦時中の1943年11月17日、選手の高千穂商戦が大道海運に合併されたことに伴い、大道海運に移籍した。特設不施艦となった、コウヒサシマルは防御用機雷石の構築に従事した。特に太平洋戦争の後半は、 海上交通路を保護するための対戦水艦用の機雷石の構築に活躍しており、機雷布設部隊である第18戦隊に所属して、海上護衛装司令部の下で作戦行動を行った。コーヒサシマルが布設に参加した機雷石による戦火として、1944年1から2月に航海機雷石付近で行方不明となったアメリカ海軍の 潜水艦スコーピオン、同年10月に同じく、航海嫌雷関付近で、行方不明となった、同エスカラー。1945年1月に、沖縄近海の品東海第4嫌雷礁付近で、行方不明となった、同ソードフィッシュ。同年3月20日頃に薬島南方の品東海、第6嫌雷礁付近で、行方不明となった同系統それぞれ撃沈した可能性があるが、 水上艦艇や潜水艦が撃沈した可能性もあり明確ではない。その他後期の通り、ソ連の潜水艦ナ l 1 9を撃沈した可能性がある。高久島丸は1945年4月14日、両艦の時はが、へさき沖で食来したのと同日、姫島東大沖で食来して損傷した。さらに、同年5月11日にも、 宇部岬沖七海里で植雷して損傷している。同年8月10日、郝久島ルは、アメリカ海軍第38機動部隊による大港空襲で損傷するも、いずれも沈没を免れた。1945年8月、郝久島ルは、終戦直前のカラフトの戦いでは、カラフトからの避難民輸送に出動したほか、停戦命令を受けて、内港から、 横須賀鎮守府へ開港途中、8月22日に、三船巡南事件で撃沈された、貨物船大東丸の生存者を救助した。なお、三船巡南事件を起こしたと思われる、ソ連の潜水艦ナ l 1 9が8月23日頃に、宗谷海峡方面で、植来沈没したと推定され、1945年6月末に、高久島ル島が付設した機来による、 可能性がある。コウヒサシマルは、同型船、略同型船十三隻のうちで唯一、太平洋戦争を生き延びた。終戦後に、コウヒサシマルは福音輸送艦として利用された後、商業航路に復帰した。1 9五十年六月二十四日から十一月二十四日には、戦後初の遠洋商業航海として、神戸港とアルゼンチンのブエノスアイレスを往復。その際、 ブエノスアイレスでは、フアンペロン大統領主催の歓迎版3回が開かれ、長井隆の要望していた、カトリック・浦上教会のルハンの聖母像を受領して、長崎港まで輸送した。1953年6月13日には、千葉県及び川崎製鉄の強い要請により、実行官もない千葉港に大型船第1号として入港して、 地元市民による盛大な歓迎を受け、火入れ直前の川崎製鉄千葉製鉄所用に、鉄鉱石5500トンを搬入した。郝久島丸は、大道海運に長く在籍したが、1957年1月30日に、副用機船へ売却され1962年5月4日に、解体された。郝久島丸の同系船、略同系船は13隻前船が、 陸海軍に徴用され、そのうち天洋丸ともがみ川丸が、後妃差し丸と同じく特設不設艦に改装されている。第18戦隊は、太平洋戦争開戦時には、天竜型軽巡洋艦2隻で編成されていたが、対戦後半には、後妃差し丸のほか、正規不設艦上番、特設巡洋艦兼不設艦最高丸及び、特設不設艦進行丸から構成された。 川崎製鉄向けの鉄鉱石の陸揚げ港は当初の予定では東京港だったが千葉県と川崎製鉄の要請により千葉港まで開港した。ありがとうございます。